ジョン・ウィール・ライトは、イングランドとアメリカのピューリタン聖職者であり、無立法主義論争の間に、マサチューセッツ湾植民地から追放され、現在のニューハンプシャー州エクセター町を設立したことで知られている。イングランド、リンカンシャーで生まれ、そこそこ資産のある家で育てられ、ケンブリッジ大学士ドニーサセックスカレッジで学士号、および修士号を取得した。学生時代は著名な運動選手であり、 またオリバー・クロムウェルが学友だった。1619年に牧師に助任され、リンカンシャーのビルスビーで教区牧師となり、生殖売買のために排除されるまでこの地位に10年間あった。ウィール・ライトは1636年にニューイングランドに向けて旅立ち、義兄弟の妻アン・ハッチンソンがその宗教的発言で否定的な注目を集め始めていたボストンで温かく歓迎された。 ウィールライトとハッチンソンは間もなくジョン・コットン牧師の恵みの契約進学信奉者として行いの契約を信じる植民地の牧師や司法官の大多数を非難するようになった。この論争が頂点に達するとハッチンソンもウィールライトも植民地から追放された。ウィールライトは1637年から1638年の 元当期に、ウィリアム・ウェントワースを含む追随者集団を連れて、北に移動し、1638年4月には、ニューハンプシャー植民地で、エクセターの町を設立した。しかし、マサチューセッツ湾植民地はその地域に対して、以前から持っていた権利を発動させ、追放者である、ビールライトの立ち退きを強制したので、ビールライトがエセックスにいられたのは、数年に過ぎなかった。 ウィールライトはさらに東、現在のメイン州ウェールズに移転し、そこに住んでいる間に追放令が取り消されたが、依然として罪は残っているというようなやり方だった。ウィールライトはウェールズからマサチューセッツに戻り、ハンプトンで説教を行い、そこで教区民の助けを得て、1654年に17年前の追放に対して、マサチューセッツ裁判所から、 完全な無罪証明を手に入れた。1655年、ウィール・ライトは家族と共にイングランドに戻り、リンカンシャーの故郷近くで説教を行った。イングランドにいる間に、イングランドのご国境になっていたオリバー・クロムウェルと政府で重要な役職をいくつか占めていたヘンリー・ベインという強力な友人二人によって、もてなされた。 イングランドにいた6年強の間に政治の流れが大きく変化し、クロムウェルが死亡し、ベインが処刑された後は、ウィールライトはニューイングランドに戻り、ソールズベリーの牧師となり、そこで余生を過ごした。ウィールライトは論争好きで信念を曲げないものと特徴付けられるが、寛容でもあり、精力的であり、勇敢でもあった。その心からの信心深さについては、 意見が大きく異なる、者たちからも疑問にされることはなかった。ジョン・ウィール・ライトは1592年頃に、イングランドのリンカンシャーにあるカンバーワースと、セールビー出身であるロバート・ウィール・ライトの息子として生まれた。1612年に、父が死ぬと、ウィール・ライトは地産を管理し、リンカンシャーにおける資産の承継者にもなった。祖父も、ジョン・ウィール・ライトという名であり、1611年に、 マンビーで死んでいた。ウィールライトは、ケンブリッジ大学シドニーサセックスカレッジで学び、1614年から1615年の教育年度に学士号を、1618年には修士号を取得した。学生時代は著名な運動選手であり、アメリカの著名ピューリタンであるコットンマザーが、ウィールライトが大学で若く活発であったとき、レスリングでは、 通常のもの以上の能力で知られたと記していた。学友の中にオリバー・クロムウェルがおり、後にイングランドの五国教として名声を得た。大学を出た後、1619年12月19日に女祭に除任され、翌日にはアングリカンコミニオンの牧師に暗守された。1621年11月8日、ビルスビーの教区牧師、 トマス・ストアの娘メアリー・ストアと結婚した。1623年、トマス・ストアが死んだ時に、ウィールライトがビルス・スビーの教区牧師となり、その職を10年間続けた。妻メアリーが1629年に死亡し、同年5月18日にビルス・スビーで埋葬された。ウィールライトはそれから間もなく、アルフォード出身のエドワード・ハッチンソンの娘、メアリー・ハッチンソンと結婚した。妻の兄弟に、 ウィリアム・ハッチンソンがおり、その妻がアン・ハッチンソンだった。教区牧師としての10年間の後、ウィール・ライトはニューイングランドへの旅費を得るために、その被護者にビルス・スビーの牧師職を売ろうとした後の1633年に定職となった。ウィール・ライトは必要な資金を得られる代わりに、生殖売買のために有罪となり、その職から完全に外された。ウィール・ライトは ウィルスビーから排除された後の1633年6月、娘のエリザベスが洗礼を受けたレース B に行こうとした。その後ベローで、しばらく説教師をしていたが、間もなくそのピューリタン的発言に対して、成功回答局から発言を封じられ、イングランドを脱出して、移民となる計画を立て始めた。1636年、ウィールライトは二度目の妻、その母、スザンナ・ハッチンソン。 および五人の子供たちを連れて、イングランドを離れた。ビールライトは1636年5月26日に、マサチューセッツ湾植民地のボストンに到着し、同年6月12日に、妻のメアリー、その母、スザンナ・ハッチンソンと共に、ボストン教会に入会を認められた。その到着した年に、マサチューセッツのピューリタンの牧師数人が、ビールライトの隕石になったアン・ハッチンソンが、 自分の家で開催していた宗教的集会の知らせを受け取り、ジョン・コットンの説教について、そのボストンの教区民がいくらか不健全な宗教観を持っていると見るようになっていたことに疑問を持ち始めてもいた。ウィールライトは、ハッチンソンと同様にコットンの進学の強い賛同者だったが、その考えは植民地牧師大半の見解とは異なっており、間もなくこの問題について、 大きな衝突に巻き込まれていった。ウィールライトはニューイングランドに到着した後、主にマウント・アーラストンで土地を所有しているボストンの開拓者に説教していた。この地はボストンの一部とは考えられていたが、ボストンの集会所からは南に約10マイル離れていた。数ヶ月のうちにボストン協会の一般人、ジョン・ウィンスロップ判事にウィールライトが家族主義的で、 無立法主義的な教義を持っていると警告する者がいた。家族主義は愛の家族の進学であり、神聖な精神の下に神との完全な合同を目指し、罪やそのための責任の双方からの自由に結びついていた。無立法主義は、すなわち恵みの契約の下で道徳法からの自由であり、家族主義の一形態だった。ニューイングランドピューリタン牧師の大半は断固として、 それらの進学競技に反対であり、それらが1530年代にドイツで起きたミュンスターの反乱で、アナバプテストの暴力や血生臭い破壊の原因になったと見ていた。ウィールライトは家族主義に対する非難に直面して、そのような競技を説教していることを否定した。一方、ウィンスロップや植民地の多くの牧師たちは、ウィールライトを家族主義者と見ており、 コットンは正当派の牧師だと見ていた。1636年春にはすでにニュータウンの牧師トマス・シェパードがボストンの牧師ジョン・コットンとの文通をはじめ、その手紙でコットンの進学理論についての心配を表明し、また、ボストン協会の会員の中にある妙な意見のいくつかについても知らせた。コットンは神の自由な恵みが唯一の救いの道であると提唱しており、 神聖化が救いのために必要な材料だと考える植民地の他の牧師たちすべてと見解をことにしていた。ウィールライトが植民地に着いた時、これら進学論の違いについてコットンの固い同盟者になった。間もなく個人的文通で最初に共有した意見がニュータウンの信徒に対するシェッパードの説教の中に活路を見出すようになった。この説教団の攻撃が ウィールライトに気づかれないはずがなく、間もなくウィールライト自身の説教が、シェパードの得、行いの契約について批判的見解を持つようになった。アン・ハッチンソン、ウィールライトの遠赤、無立法主義論争の間に植民地の困難さについて最初に非難されたものの一人進学的、緊張関係が植民地の中で盛り上がったが、ウィンスロップがその日誌に記録を残すほど注目されて、 来たのは1636年10月になってからだった。10月21日あるいはその直後に不調和について記述していたが、新人深い牧師の一人を名指す代わりに、ウィールライトの義前に避難の矛先を向けた。ボストン教会の会員であるハッチンソン夫人は、起点が危き大胆な精神を持つ女性であり、二つの危険な誤りをもたらしている。一つは、 精霊のある人が正当化された人に宿るということ。二つは我々の正当化に対していかなる神聖かも証拠を与えられないということであると記していた。10月下旬、植民地の牧師たちは直接宗教的見解に関する問題に直面し、コットン、ハッチンソン、ウィールライトと私的な会議を持った。この会議の成果は好ましいものであり、両者は 合意に達した。その理論が、恵みの契約にあるコットンは、神聖家が神の目に恩恵を見出すことに、貢献するという他の牧師たちに満足を与え、ウィールライトも合意した。しかし、この会議の効果は短命であり、コットンの教区民である、ボストン教会信徒の大半が自由な恩恵という、概念を強く支持した。教区民は、ウィールライトが、コットンの次の説教師になることを望んだ。 教会にはすでに別の説教師がいた。ジョン・ウィルソン牧師であり、自由の恩恵という考え方には同調的でなかった。ウィルソンは一般人であるウィンスロップの友人であり、ウィールライトの使命を阻止するために、教会の投票で全会一致を要求する規則の利点を生かしたのもウィンスロップだった。ウィンスロップは、ウィールライトの才能と新人深さを尊敬すべきと考えたが、 疑わしい論争を持ち上げる傾向にあり、その地位に彼を選ぶことには同意できないと考えていた。ウィールライトが家族主義原理を維持したことを示唆するウィンスロップの方法だった。1636年12月、牧師たちが再度会合を開いたが、この集会では合意に至らず、コットンは申請家が基本的に行いの契約となるという問題について警告した。ハッチンソンは、 直接問われた時に他の牧師たちが恩恵ではなく行いを説いていることを非難したが個人的に非難しただけだった。これら進学的異論が植民地の政治的な面でも負荷を与えるようになっておりマサチューセッツの総督ヘンリー・ベインは自由な恩恵の強力な提唱者だったので議会の特別会期でその辞任を宣言した。ベインはイングランドにその辞任する理由として 緊急事態を連絡するとともに、催促された時には、神の判断が、これら意見の違いと不和に対して、我々に上がってくるという彼の心配を口に出して、説明していた。ボストン教会の信徒は、ベインの人位を翻させることに成功し、一方植民地議会は、この植民地の問題について、誰に責任があるかを議論し始めた。植民地議会は、 植民地の他の者たちと同様に深く分裂しており、そのような後悔が平和を回復させることを期待して1月19日に相対的断食を要求した。断食の日の説教1637年1月19日、木曜日、この断食に指定された日に、ジョン・コットンが朝に説教し、和平と和解の必要性に焦点を当てた。続いて、ウィールライトが午後に説教した。 一般人の目には、その説教音が恩和で、脅威を与えないと見えたが、ピューリタンの聖職者には、避難すべきかつ煽り立てられた悪さだと映った。歴史家のマイケル・ウィンシップは、厳しく、無慈悲な説教であり、説教団の公原の拡大に最も悪な高く、ボストンが貢献したものとより、あからさまに呼んだ。この説教に対する直接の反応はなく、ウィンスロップがその日誌に、 牧師たちは彼らの説教団で原理の問題を論争していると記しただけだった。さらにコットンが他の牧師に対抗する唯一のものであると記し、ウィールライトが議論を拡大しているものであると考えてすらいなかった。しかし、ウィールライトの説教の話が広がると、ウィンスロップはその先導的な性格に気づくようになり、ウィールライトは行いの契約に向かうものすべてを非難していると、 記した。行いを説教した者たちを心配し、反キリスト教徒と呼び、強い辛辣さと熱心さを持って、彼らに対抗する人々をかき立てていると記していた。一方、自由な恩恵の提唱者は、この説教で勇気づけられ、聖職者の中にいる立法主義者に対する運動を強化した。教会の礼拝と抗議の間、彼らは牧師たちに、 自分たちの信念とは一致しない競技について公然と質問し、特にヘンリー・ベインは植民地の進学の競技に積極的に挑戦するようになった。3月の裁判その後の2ヶ月間、他の牧師たちがビールライトの断食の日の説教だけでなく、マウント・オーラストンでの説教も取り上げていくつか競技的非難を行った。植民地議会が3月9日に開会された時、 ウィールライトは断食の日の説教についてモンされるために呼ばれた。当時議会には12人の判事と33人の大議員がおり、判事の中では、ヘンリー・ベイン、ウィリアム・コディントン、リチャード・ダマーが、ウィールライトの強い支持者だった。他の判事の中で、ジョン・ハンフリー、サイモン・ブラッド・ストリーとリチャード・ベリンガム、ジョン・ウィンスロップ、ウィールライトに対する権を指導したのは大議員であり、 その告発内容は断食の日に痛んで先導的な説教を行ったこと、犯行と騒動を煽っていることだった。他にも告発や反論があった後、ウィールライトは断食の日の説教の原稿を議会に提出し、その日は解放された。その出発に続いて、支持者たちが議会に教会が責任する前に両親に関する問題を 議会で審査する権限についての異議申し立てをして40人以上の署名による請願書を提出した。その請願書は拒絶された。ヘンリー・ベイン総督1636年から1637年に起きた植民地の問題についてウィールライトを強く支持した翌朝、ウィールライトは議会で個人的な審査の時を与えられ、ウィールライトは誰が 告発者であるかを尋ねた。議会の回答は、ビールライトの説教が告発者であるとのことだった。その日の午後、議会は一般に公開され、植民地の牧師全員が出席した。ビールライトに対して行われた攻撃手の一つは、ビールライトの競技、コットンの競技を、ニューイングランドの他のすべての牧師の競技と異なるゆえに、偽りの競技とするものだった。 これに対するコットンの怒りの反応は、ビールライト兄弟の協議は神に従っているであり、ビールライトについて行くことで神について行っていることを知らしめ、それで攻撃の手を実質的に止めさせた。その後もいくつか告発が無効になった後、議会は植民地の牧師たちに、ビールライトの説教で彼らが攻撃されたと感じたかを問うというアイデアを思いついた。その夜、 牧師たちは自分たちでこの件を議論した後、翌朝に議会に戻ってきた。コットンは異議を唱えたが、他の牧師たちは、彼らが実際に、アルキリウィールライトが、行いの契約と呼ぶものを教え、それゆえに、彼らは説教の中でほのめかされた反キリスト教で、あると語った。牧師たちは彼らの信用のために、ウィールライトに逆境から優雅に戻る手段を提出し、このことが、 ウィンスロップに大きな印象を与えた。ウィンスロップは彼らの人間性と尊厳に注目した。しかしウィールライトは妥協せず、いかなる和解にも興味を示さなかったので、議会はその審議を続けた。コディントンは後に聖職者たちは判事のうち二人を自分たちの側につけ、多数の支持を得ることになったと記した。その高大議員たちがその表を当時、ウィールライトは 植民地の中で故意に苦痛を起こし増加させるために動いたことで不服従と先導の罪で有罪と宣告された。判決は次の議会まで延期されたが議論は政治的問題となった。ウィールライトの有罪判決は闘争なしに通過はせずその友人たちが正式に抗議した。判決に同意しなかったベイン総督や判事と大議員の幾人かは その不満意見を裁判の記録に入れることを望んだが、議会は拒否した。その後彼らは抗議書を提出したが、これも拒絶された。このことで、ウィリアム・アスピンウォールが起草した抗議書が準備されたが、最初の案が大変公戦的だったので、その言葉遣いを和らげるための修正が行われる必要があった。 その最後の番でも陰銀なものからは大きく逸れていたので議会は神の予言に対して干渉するので神の報復を招くと言った。しかし、ウィールライトの有罪に対する不満が大きかったので60人以上がそれに署名した。それに署名したものはほとんど重要なものではなかった。その大半は自由人であり、多数が事務所を構え、植民地の裕福な住人であり、 植民地に3年間以上住んでいた。この請願書は後に署名者に降りかかる重い罰の口実にされた。1637年5月の投票をこの議論の政治的な面が強くなったので、ベイン総督は議会の次の会期をニュータウンで開催するのを阻止できなかった。投票がボストンから離れて行われた場合に、判事や牧師の大半が構成する。 正当派が勝利するチャンスが大きくなるはずだった。投票日の1637年5月17日、ベイン総督は、ビールライトの弁護を行う請願書を読み上げたいと願ったが、ウィンスロップとその党派がまず最初に投票を行い、その後に請願書の内容を聞くことを主張した。紛糾と議論の後、自由人の大多数は投票を行うことを望み、 ニュータウンコモンの一方にウィンスロップと共に行って、ウィンスロップをベインに代わる総督に選んだ。その後、自由恩恵の提唱者に対抗する追加手段が取られ、判事の選挙では、ビールライトを支持していた者たちが外された。さらに議会は、いかなる、違法人も、議会の承認なしで3週間以上植民地の中にいられないという法を成立させた。ウィンスロップはこの方が、新しい移民が、 自由恩恵の反対者の側に加わらないようにするために必要であると宣言した。追放令は1637年8月に再度議会が開会された時、ウィールライトはその反抗的な意見を引っ込めれば好意的に見られるかもしれないと告げられた。これに対してウィールライトは自分が先導の容疑で有罪であるならば死罪に処されるべきであり、議会が そう宣告する意図であるのならば、国王に控訴することになると答えた。それ以上の行動が行われず、判決は再度持ち越された。ジョン・ウィンス・ロップ、ウィール・ライトがマサチューセッツ湾植民地から追放された時の総督、かつ、主席判事議会の次の会期は1637年11月2日に、ニュータウンのスプリング通りにある集会所で始まった。ウィール・ライトの電気作者、 チャールズ・ベルは、この集会の目的が、その信念を捨てるよう強制されない、被告教徒を植民地から排除するためだと記している。その月曜日に出された、最初の命令の一つは、ウィールライトの問題を扱うものであり、ウィンスロップが、最後はそのやり方の誤りを見つけるかもしれないと、長い間、先送りされていたものだった。ウィールライトはその罪を告白する用意があるかを、 問われると、彼に罪はない。彼は、キリストの真実以外の何者も説教していなかった。彼らが彼の説教から解釈したものに、責任はないと答えた。ウィンスロップは、ビールライトが到着する以前に平和な植民地の絵を描いており、断食の日の説教の後でいかに、ボストンの人々が、ピクオート戦争への協力を拒否したか、ウィルソン牧師が警視されることが多かったか。 タウンミーティングで議論が持ち上がったかを考えた。議会は、ウィールライトが自発的に植民地から出ていくことを勧めたが、ウィールライトは、そのようなことをすれば、罪を認めたことになるので拒否した。ウィールライトの外見は、しっかりしていたが、その夜議会が休会になったので判決は出なかった。火曜日、この問題に関する議論が続いた後、議会は有罪を宣言し、 次の判決文を読み上げた。ジョン・ウィール・ライト氏は、不服従と先導の罪で正式に有罪であり、現在自身と過去の振る舞いを正当化し、市民の平和を脅かしている。彼は議会によって、市民権を剥奪し、追放に処する。マサチューセッツ・ゼネラル・コート、3ノーベンバー1637ウィール・ライトは、当初3月までに植民地を出ていくようにされていたが、 それまでの期間に説教を行わないよう命令された時にそれを拒否し2週間以内に司法権の及ぶ範囲から出ていくよう命令されたその出発にあたって安全保障を与えると申し出があった時に辞退したが保護下に人へを過ごした後で抵抗しても無駄であることを認識した2週間の準備期間に説教を行わないよう指示された時もそれを拒否したが この時は裁判所がそのような差し止め命令は追求に値しないと判断した。無立法主義論争に関わる出来事の後で、ウィールライトと共に、いくつかの家族が北のニューハンプシャー植民地に移動し、また別の家族は、ハッチンソン一家と共に、南のアキドネック島に移動した。ウィールライトは忠実な友人数人と共に、ボストンの北約50マイルのピスカ高川地域に、 移動し、1637年から1638年の厳しい冬をスカムスコット側の傍らで過ごした。その冬が過ぎると、インディアンの副市長、ビハノーノーイットとその息子から土地の権利を購入し、1638年4月3日にエクセターの町を設立した。この頃にその妻、子供たち、ギボはマウント・ボラストンを出発して、できたばかりの開拓地に到着した。 1638年春までに約20人の既婚男性がおり、そのほぼ半分はイングランドのリンカンシャー時代からウィールライトとの結びつきがあった。すぐにウィールライトを牧師として礼拝所が建設された。まもなく政府を作る必要性が明らかとなり、1640年、ウィールライトが起草して自身が署名した協定書に教会員や他の地域の住人が署名した。 アキドネックの開拓地で起きた騒動とは、対照的に、ウィールライトのエクセター開拓地は円滑なスタートを切った。しかし、ウィールライトがエクセターにいたのは短期間だった。マサチューセッツ湾植民地がハンプトンに開拓地を作り、その管轄圏内にウィールライトが購入した土地が入っていたので、追放されたはずのウィールライトが、マサチューセッツの領土内にいることになった。 ウィールライトは新しく入植する場所を探し、1638年に土地を買収した時の共同事業者であるサミュエル・ハッチンソンとニコラス・ニーダムの2人が北東にある地域を調査し始めた。1641年9月24日、彼らはメイン地区の副知事であるトマス・ゴージズから後にウェールズとなる資産の免許を取得した。ウィールライトは オガンクイット川沿いの土地400エーカーを購入し、ほとんど同時に製材所と自分の大家族のための家を建てた。義母のスザンナ・ハッチンソンもついてきていたが、その後間もなく死んだ。エクセター時代の教区民の中から、かなりの数のものがウェールズに移ってきて、即座に教会が建てられ、ウィールライトが牧師になった。エクセターに残った人々も、ウィールライトを大いに尊敬しており、 ウィールライトが戻ってきてくれる希望をなかなか捨てられないでいた。追放の解除ウィールライトは、それほどの困難さもなしにマサチューセッツとの和解ができるとおそらく考えていた。まだエクセターにいた1642年9月、ウィールライトのために和解提案書が作成され、それに対してマサチューセッツ湾植民地は、ボストンに安全に戻り裁判所に請願を行えるようになると回答していた。 この点に関して、ウィールライトが行動していない中で、マサチューセッツは壁の修復に興味があり、提案書もないまま2643年5月10日に開会される植民地議会にウィールライトを再度招待した。このことで、ウィールライトはボストンの牧師たちと対話することが促され、牧師たちは彼の態度に大層を喜んだので、 議会に対して出す文書をいかに形作るか指導することまでしようとした。ウィールライトは9月10日にその文書を書き、10月4日にボストンに届けられた。議会は追放令を取り消す方向に傾いており、ウィールライトには再度議会で安全に弁解を行う機会を提案された。ジョン・ウィンスロップはウィールライトに自ら手紙を送り、ウィールライトもそれに返信した。 最初の手紙ではあまりに従属的態度に見えたかもしれない。ウィールライトは、その手紙では、慈悲ではなく公正に無罪の主張を委ねることにしていた。進んでその権利を捨てる考えはなかったが、誤りについてはきっぱりと情報し、和解と和平をもたらし、その神聖な使命に従っていた。ウィンスロップは、ウィールライトの二通目の手紙を受け取ると、ウィールライト自ら議会に出てくることを勧めたが、 ウィールライトは進んでいきたいとは思わなかった。1644年5月29日、ウィールライトの出席がないままに、議会はこの問題を審議し、次の宣言を行った。ウィールライト氏は、その追放を解かれ、この国の一員として受け入れられる。マサチューセッツゼネラルコート、29名1644マーキュリアスアメリカヌスこの交渉が起こっている、間に、 別の問題が起こっていた。1644年初期、ニューイングランドの教会に影響した無立法主義者、家族主義者、奉納者の交流、支配と衰退の短い話と題した出版物がロンドンで発行された。この作品の著者はわからなかったが、トマス・ウェルド神父が紹介と序文を書いていた。学者たちは長年にわたって、幾度音にその作者をジョン・ウィンスロップだとしてきた。 ジョン・コットンも1648年に出版した本で同様なことを言っていた。この作品は事件のバランスの取れた証言であるはずもなく、ウィール・ライトの電気作者、チャールズ・ベルは、それは当時であっても大変辛辣で偏った作品として特徴付けられると記していた。ウィール・ライトは、その追放令廃止の文章を、その不当な前提とともに受け取ったちょうどその頃に、 この出版物に関する情報を得た。この作品の意味するところに深く傷つけられた。マサチューセッツ湾植民地の影響力ある判事や、牧師数人の助けや奨励を得て、重大な侵略を議論の連鎖に置き換えようとしている。まさにその時に、それが出てきた。イングランドの友人や親戚が、自分に反対していた人々の不公平な証言から、ニューイングランドの当時の状況を理解してほしくないと、 思った。ウィールライトは自己弁護するために短い話に反論するものを出版することに友人の支援を得た。1645年、マーキュリアス・アメリカヌスがジョン・ウィールライト・ジュニアの名のもとにロンドンで出版された。ジュニアはウィールライトの息子であり、当時ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジに入学してロンドンにいた。チャールズ・ベルはこの作品について、 その調子や気質において、短い話よりも、明白に優れており、その著者の競技的見解の正当性に特に、捧げられている一方で、当時流行している、論争の学派に心よく、抽象者に対する重大な反論を含み、論理的鋭さに鍛えられた心を示し、時代に学んだことが植え付けられている。と述べている。ウィールライトはウェールズで5年以上を過ごした後、当時は、 マサチューセッツの管轄下にあったハンプトンの教会と町からそこの教会の牧師としてティモシー・ダルトン牧師と共同で運営するという招待状を受け取った。ビールライトは躊躇することもなく1647年春にハンプトンに行き、教会及び町の委員会との文書による合意を交わした。牧師になったのはある資料では1647年4月12日。 別の資料では6月24日とされている。この仕事で55歳のウィールライトにウェルズでよりも高い給与を提供してくれ、その大家族を養うために重要な配慮だった。フロンティアの舞台ではなく文化や社会で洗練された専門的同胞や一般人の中にあり、その教養に見合ったものとなった。裁判所による無罪証明帳が土地の寄贈と給与で、 ビールライトの方針を評価した一方で、その最大の贈り物は異なる形で訪れた。マサチューセッツ湾植民地議会からの無罪証明だった。ウェルド牧師が序文を書いた短い話は、ほとんどイングランドで受け入れられ、著名なスコットランドの神学者、サミュエル・ラザ・フォード牧師によって裏書きされていた。ウィールライトはおそらく以前から、 短い話と自分の追放解除の双方で伝達された姿勢そのものが償いであり、ハンプトンの市民権がそれを感知させるものであると考えていた。1654年5月1日、議会に対して請願書を寄贈し、5月3日、議会は次のような宣言を行った。この議会とウィールライト氏との間に以前通過した、 宗教あるいは慣習に関する不快な食い違いを思い出したくはないものであり、また、ラザフォード氏あるいはウェルズ氏が彼を告発したことを知りもしない。彼らは、ビールライト氏が以前から議会と長老の双方に対し、彼が現在あるように満足を与えたことを証明するために返した。彼は、我が管轄下にあるハンプトンの教会で役人を長年、務め、我々の知る限り、 また知らされる限り問題もなく、その境界で善行を施す有益なものであり続けた。マサチューセッツゼネラルコート、3名1654自分で発行した、無罪証明ウィールライトは、マサチューセッツ議会からの無罪証明によって、ニューイングランドの同胞との関係を改善できたが、短い話の作者の告発によって、さらに1648年のサミュエル・ラザ・フォードの著作、 精神的反キリスト教者の探索によって傷つけられたと感じており、イングランド時代の人々にまで遡って汚名を注ぎたいと考えた。1658年、ロンドンのエドワード・コールが、ウィールライトの簡潔で平面な弁明を出版した。その長々しい副題は、トマス・ウェルド氏の短い話で告発されていた、過誤悪な犯罪のすべてに対し、 さらにサミュエル・ラザ・フォード氏の無立法主義の探索で固定されたものに対し彼が自分を正当化するとなっていた。ウィール・ライトがこの作品を出版する目的は彼の無実と裁判における不公平さを認識させるためであり獲得された恩恵が伝統の考えからも正しいと認められる過程におけるその見解が認められることだった。七つの神学的問題を三つの課題と四つの 命題に分類して強調する道を選んだ。三つの課題は、ウィールライトの競技の本質を構成しており、断食の日の説教に基礎を与えていた。課題の後、命題の前の9ページは無立法主義論争の過程と人物を再現していた。ここで、ウィールライトは、公平さがなかったこと、彼は先導と不服従という政治的な犯罪で告発されたこと、追放の真の理由は、 他の牧師たちとの協議的際だったことを挙げている。その告発者が不正な取引をしたこと、秘密のうちに動いたことを告発している。彼はこの取引について友人の判事から告げられており、その判事はこれら手続きのいくらかを密かに書き写し、彼に与えていた。この章にはコットンによるビールライトの弁護が入れられている。 私は我々の兄弟ウィールライトの協議が神のものに従っていると認識し告知するとしており、コットンは1648年の解明された改修派教会の方法に採録していた。続いて、ウィールライトはその中間部をウェルドが嘘をついていることの熱心な告発と読者を欺いていることに使っていた。四つの命題は百三十七年の教会会議から出ており、ここで ウィールライトは自分を、ジャンカルバン、ジロラーモザンチ、ドロト会議、テオドールド、ベーズ、ウィリアム・パーキンスなど、以前の改革者の指導に従う伝統的牧師として描いていた。その命題が課題の反復になるので短縮され、再度、短い話でなされた告発に戻っている。ウィールライトはその作品の最後で、自分はすべて正しく、 また無立法主義者ではないと言って締めくくっている。ウィールライトの簡潔で平面な弁明の執筆は短い話が出版された1644年にはすでに始まっていた可能性があるが、最後の部分に記述されているものは1654年にマサチューセッツ議会で無罪証明された後に書かれている。この作品の前半でウィールライトは短い話の作者を一人の人物としており、 はっきりとトマス・ウェルドが全体を書いたと考えている。しかし、弁明の後半では作者を複数であるとしており、ウェルドだけがこの作品を書いたのではないと認識している。ウィールライトは、トマス・ウェルド以外の名前を短い話の著者に挙げていないが、コットンとラザ・フォードが1648年に書いた本で挙げているので、もう一人の著者がジョン・ウィンスロップであると認識するようになっている。 ウィンスロップは1649年に死んでおり、実質的な植民地の指導者としての評判で、イングランドでも植民地でも尊敬され、ウィールライトがその名声を貶める合理的な理由がなかった。オリバー・クロムウェル、ウィールライトがイングランドに滞在している時に暖かく、迎えた1655年後半、ウィールライトは家族を連れてイングランドに戻り、妻、メアリーの故郷に行った。 バンカにハンプトン協会から最後の給与を受け取っていたが、12月12日までアルフォードで説教を行っており、リンカンシャー、アルフォード牧師、子供たちの大きな負担があるジョン・ウィール・ライトに補助給与60ポンドが認められた。この報酬はすでに払われていた40ポンドに追加された。イングランドではチャールズ1世が処刑され、権力は平民の手に渡り、 説教の自由はピューリタンに与えられるという異常な事態が生じたばかりだった。権力の座にあった平民は、ウィールライトの友人で、五国教のオリバー・クロムウェルであり、ウィールライトとは学生時代の友人だった。無立法主義論争の間にウィールライトと密接な関係にあったヘンリー・ベインも政府の要職についていた。この二人の著名人が互いに協力して、 政治と宗教の自由のために働いていたが、1650年代初期には、互いに疎遠になり、敵対的になっていた。ベインは公的生活から引退し、クロムウェルはイングランドでの最高権力者になった。ウィールライトはクロムウェルから、私は戦場の軍隊で会するよりも、ウィールライトとフットボールで会することを恐れた時を覚えている。というのも私は、 確実に彼から転がされていたからだと、旧友時代のことを表現されており、艦隊された。ウィールライトは1658年4月20日付で、ハンプトンの教会に手紙を送り、クロムウェルとの会合について、約1時間というもの、個人的に談話した。彼が話すことは全て正当的で優美に感じられたと、記していた。ウィールライトはイングランドでは、大半の時間を、 リンカンシャーで過ごし、アルフォード以外にもヘンリー・ベイン卿の資産であるベローで説教し、ベインはイングランドに到着して、以来大いに注目してくれていたベインが、ウィールライトに、その弁明を出版するよう奨励した可能性がある。1658年にクロムウェルが死んだ後、イングランドのピューリタンにとっては、都合の悪い出来事が続いた。 1660年、チャールズ2世の下で王政が復古すると、ベインはイングランドの空白期間で果たしていた役割ゆえに投獄され、1662年6月には処刑された。このような状況で、ウィールライトは1662年夏にニューイングランドに戻った。イングランドを訪問していた他の牧師数人も一緒だった。ハンプトンの教会でのウィールライトの地位は、 不在の間に埋められていたが、すぐに隣接するソールズベリーの町の住人から、牧師として招かれ、1662年12月9日、70歳になっていた、ウィールライトがそこの牧師となった。この職は17年間続き、その多様な人生で最長の牧師職となった。ジョン・ウィールライトの記念碑、ソールズベリーの植民地埋葬所ウィールライトが、ソールズベリーにいた間に、 最も注目すべき出来事は、その晩年の1675年から1676年の冬に一般人で教会の著名な会員だったロバート・パイク少佐と衝突したことだった。この二人の厳しい摩擦には多様な理由があった可能性があり、その一つは、ウィールライトがクエーカー教徒によるニューイングランドでの暴動に反対したことであり。 一方、パイクはその福音主義に極めて寛容だった。もう一つの理由は、1637年の選挙の時に、パイクがニューベリーからニュータウンまで旅して、ベイン総督を追い出す投票を行ったことだった。さらに近年で、地域的な不和の原因は、数年前にソールズベリーからエイムズベリーが分離創設された時に、ソールズベリーの中での分裂だった。 パイクがウィールライトを非難し、それに対してウィールライトが議会に宛てた請願書を書き、1676年3月10日、議会はウィールライトに有利な裁定を出した。パイクは容易に非難することができず、教会や町の者から指示を得て動き、その後でウィールライトは公的権威筋による干渉を求めた。その干渉はすぐには発動せず、 対立する二つの側を互いに中傷し合うままにさせていた。協会員の大半がウィールライトを支持し、少数がパイクを支持していたが、協会員がパイクの不貧困について、規律に従わせようとしたとき、パイクはそれを軽蔑して判断を拒否し、ウィールライトが協会から彼を破門した。1677年春、協会と町の不満を抱く人々が、 ウィールライトが不和の原因になっており、その説教があるものを他のものと戦わせる傾向にあると議会に訴え、牧師から外すよう要請した。パイクの電気作者は1879年にパイクがウィールライトに反対し、教会の形態を勝手に変え、破門をさせるまでになっていると記していた。議会は、それ以前にウィールライトが提案していた委員会を指名し、 さらに大いに努力して和平を構築できた。この件では両側に過失があるとされ、パイクはその過失に対して、情報を求められ、教会は信徒に戻すよう促された。それで、問題は解決となり、再発することはなかった。1677年10月、ウィールライトは、リンカンシャーの資産を、義理の息子で末娘サラの夫である、リチャード・クリスプに売却した。 1679年6月、ウィールライトはそれ以前に大いに進められていたことに、従い、助手として、ジョージ・バローズ牧師を採用した。バローズは、セーラム魔女裁判で処刑された、唯一の聖職者となった。ウィールライトは87歳近くとなった1679年11月15日、脳卒中で死に、イースト・ビレッジ墓地に埋葬された。その後の200年間、 墓標が置かれていなかった。この墓地は、ソールズベリーの植民地埋葬所となり、その後、ウィールライトの歴史的重要性を認識するために、記念碑が建てられた。1707年、ウィールライトがウェールズに入植するために、一軍の人々を連れて行った場所に近く、メイン収容区軍の古い書類の中に、一つの権利、譲渡証書が見つかった。 この証書は1629年5月17日付であり、ウィールライトがニューハンプシャー南部のインディアン州庁から土地を受け取った数人の一人であること、文書の署名者の一人であることを示している。この証書は1629年にウィールライトがニューイングランドにいたことを示しており、ただしウィールライトは当時臨ン,ンシャーのビルス B で教区牧師でもあった。 多くの歴史家はこの証書が偽書であると宣言しており、ウィールライトの電気作者、チャールズベルは1876年に、その証書が本物であり得ると述べた。ビルスビーの教区牧師として、ウィールライトは1年に1回中央保管所に教区登録証の写しを送ることを求められ、それが3月になされた。しかしウィールライトの署名が入った、いくつかの写しの中で、 1629年3月の写しは見つからず、ウィールライトがこの時期にニューイングランドに来て、その後イングランドに戻った可能性がいくらでもある。ベルがウィールライトに関する本を出版してから、後のある時に亡くなっていた写しが見つかり、ウィールライトはビルスビーで牧師をしていた間には一度もイングランドを離れていないことをほとんど決定的に証明された。 これによって1629年の証書が偽書である可能性が高くなった。ベルはその死の前のある時点でこの苦段の経過と証書が巧妙な偽造であることを認め、そのことをニューイングランド歴史及びケ図ズ協会への日付のない手紙で書いていた。チャールズ・ベルはウィールライトに関する電気でウィールライトの性格について込み入った評価をしており、議論好きで怪獣的な精神がなく、 議論の場から引き込まない人であると言っていた。マサチューセッツでは、闘争の苦しさを和らげたかもしれない彼の持つより、重要な態度によって、ビールライトが示した気質と精神の多くについて、非難されることになった。しかし、ベールは、強情でも容赦しないものでもないと言い,い、非常に精力的で、勤勉で、勇気があると言った。意見が、最も異なる人々からでも、 その心からの経験差が問題にされることはなかった。ジョン・ウィン・スロップ総督は、ビールライトに対する手続きを好んだが、彼は同胞を愛した。神の贈り物と恩恵を褒めたたいたと公に言っていた。ニューイングランドの進学者で歴史家のコットンマザーは、ビールライトについて、その中に事故の根がある人であると言っていた。歴史家で、 マサチューセッツ総督を務めたトマス・ハッチンソンは、学習と、経験差の双方で、熱心な牧師だと言い,い、ニューハンプシャーの歴史家、ジェレミー・ベルナップは、学習、経験差、熱心さの真摯と呼んでいた。エクセターにあるフィリップス・エクセター・アカデミーのウィールライト、ホール、エクセター町役場のウィールライトルーム、ニューハンプシャー州、D のウィールライト池、ウィリアム・オー・争の戦場、さらに、 エクセターのウィールライトアベニューのすべては、ウィールライトにちなむ命名である。ウィールライトには12人の子供がおり、そのうち10人が成人した。最初の妻メアリー・ストアとの間に4人の子供ができ、そのうち3人が成人して、ニューイングランドに来た。その中の最年長であるジョンは、ウェルズに住み、メイン民兵隊の大佐になり、インディアンとの戦闘に関わった。2番目の妻、 メアリー・ハッチンソンとの間に8人の子供を設けた。最初の3人はイングランドで洗礼を受け、2人が成人し、ニューイングランド移民の時には5人が従った。ニューイングランドで残りの5人が生まれ、すべて成人して結婚した。オンラインソース。ありがとうございます。